がどうしてもね地元選手の顔ぶれ欲しいところですからね。そうですね。それではお待たせいたしました、第10レース実況でご覧ください。青森競輪開設67周年道の空気で宇都杯争奪戦、初日の競争も10レースを迎えました。いよいよ今シリーズシードメンバー、これから27名の登場ということになります。10レースは S 級、初日の特選1つ目、3着までに入りますと2日目は優秀戦八甲田賞へと勝ち上がっていきます。さあ、それでは対戦メンバーご紹介します。10レース初日の特選、1番が静岡渡辺春友です。2番が福岡園田拓海、3番福島山崎義人、4番が京都山田久典、5番が千葉武井大輔、6番が群馬小林大輔、7番神奈川松谷秀幸、8番兵庫松岡健介、そして9番が地元青森新山恭平。以上9選手の対戦です。日の記念は昨年に続いて2回目です。2番新山恭平、今年も地元の記念に大きな期待を背負っての登場です。昨年は一息乗り切れなかった結果になりましたが、今回どんな結果を残すのか、まずは注目の初戦です。前回の滝尾では決勝進出、自力でも人の後ろでも力を見せていました7番の松谷秀樹、今回も高い総合力を発揮して優勝争いに食い込んでこられるかどうか。さあ、メンバーゆっくり前傾姿勢です。10レース初日の特選1つ目のカード、さあ号を放ってスタートします。まず序盤の一走り始まっていきます。ゆっくりとしたスタート、9番の新山恭平が先頭で誘導していきました。この後ろはどうか、3番の山崎、そして1番の渡辺と続きました。2番の園田拓海がこの後ろ、4番山田久典、8番の松岡健介が現在6番手で、6番小林大輔7番手、上がって5番の武井大輔、最後方7番松谷秀幸の序盤戦です。2周回目の3コーナー、各ラインの序盤の位置取りは決まった状況になっています。まず9番の新山恭平が先頭で、北日本勢がまず前からの勝負となっていきます。1番渡辺春友が3番手を抑えていますが、難関勢初手中段というところ、あるいは短期2番の園田拓海、まずは切れ目で4番手付近からの競争とはなるんでしょうか。あと控えたのが4番山田久典、現在は7、8番手付近で、近畿勢は後方からの攻めとなっています。2周回目の2コーナーです。まず9番の新山が前受けになっています。マークは3番山崎義人、このレース人気の中心となっています。ここ青森は北日本地元地区なんですが、実に9年ぶりの参加です。8月の地元のオールスターでは新山の2元乗って2次予選を勝ちましたが、今回は新山の地元しっかり援護したいところです。この後ろは6番の小林大輔がつけて、まずこの3人が前段、短期2番園田拓海、この後ろで切れ目4番手を回っています。7番の松谷秀樹はこの後ろ中段5番手のスタート、マークは1番渡辺春友、そして5番の武井大輔と続きました。あとは近畿勢2人で後方になっています。前回りは4番の山田久典です。ここ青森は4月の開幕戦新山恭平を破って優勝したばかりです。道の駅には昨年も走って決勝に乗っています。ここはしっかり足を使っての立ち回り、上位争いに食い込めるかどうか。軌道型8番の松岡健介が山田を目標にしまして、さあ近畿の2人が後ろ攻めから上昇していきます。例によって前々に動こうという4番の山田久典、さあ4番の山田が上昇して、さあ一旦北勢を分断するような形にして赤番の1コーナーに入っています。間を割って9番の新山がもう一度出てきました。4番の山田はどうでしょうか、こうなれば番手に行くのか。ジャンの3コーナーに入っています。先頭9番の新山恭平、3番の山崎マークですが無風といかないようです。4番の山田久典が番手で粘って、さあ8番の松岡健介と6番の小林大輔もつれて、さあここで7番の松谷の発進か、ジャンの4コーナーに入っています。先頭9番の新山恭平、後ろはもつれている。3番山崎と4番の山田、7番の松谷も追い上げていきまして、さあ松谷が2番手ですっぽりと収まりました。9番の新山が先行、2番手7番松谷秀幸が入っています。1番の渡辺春友、そして5番の武井大輔、さあ難関3人崩れず、今度は後方から始めました。松岡健介、さあいい行幕で巻くてくる。8番の松岡のまくり決まるかどうか。現在3番手合わせる感じを踏んで、7番の松谷4コーナーか直線。さあ先頭は7番の松谷に変わっていく。乗って1番の渡辺ですが、7番松谷か渡辺か、
サンジャバリマン園田が突っ込んでいます。10レース初日の特選1つ目、勝ったら7番の松谷秀幸、流れを見ての仕掛けだったんですが、先行した新座の番手にうまく収まりました。新座の逃げをフルに使って、最後早めに踏み込んで一番の渡辺を振り切っています。決定まではしばらくお待ちください。画面ではリプレイです。キーバの新山の先制、ちょっと後ろもつれていましたが、7番の松谷がホームで追い上げて番手を奪いました。1番の渡辺が松谷を追いかけまして詰めてきたんですが、7番の松谷が振り切っています。スーパースローでゴール前の体勢です。7番松谷と1番渡辺、難関2人でワンツー決着。3着は短期で回っていました2番の園田拓実が突っ込んでいます。正式な決定が出ますまでもう少しお待ちください。10レース初日の特選でした。第10レースをご覧いただきました。この後の放送入りますまで、ただいま第2コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は3番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。放送を聞きいただきました。このレースは審議になりました。対象選手は3番です。このレースは審議になりました。対象選手は3番が上がりました。この後の放送入りますまで結果はもう少々お待ちください。バンク内では11レースの選手紹介が始まっています。選手と皆さんはレインウェアを着用しての選手紹介です。また雨が落ちてきたのかもしれないですね。第11レースは発送予定時刻が3時55分。投票の締め切り時刻3時52分です。ラインの構成ですが5番、2番、7番です。5番深谷選手に2番稲川選手、7番の月尾選手の中部近畿の3人です。1番9番の2人です。地元の坂本選手と9番森沢選手の1級の2人です。4番3番の2人です。4番広島の松浦選手に3番香川の香川選手。途中ですが放送が入ります。お知らせいたします。ただいまのレースの審議対象選手は3番ですが、3着までには到達しておりません。決定1着7番、2着1番、3着2番。